春口博士は、日本のラグビー指導者。関東学院大学名誉教授。専門は、スポーツ科学。関東学院大学ラグビー部元監督。NPO 法人横浜ラグビーアカデミー理事長。春口博と表記されることもある。静岡県生まれ。野球少年だったが、愛知高校でラグビーを始める。小柄であったが、大学のセレクション受験時。 当時のラグビー部長、和田井長都の目に留まり、日本体育大学に入学。日本体育大学選考科修了。日体大でのポジションは、スクラムハーフフランカーとしてレギュラー。神奈川県立無機農家、工業高等学校体育科教諭を経て、1974年に関東学院大学ラグビー部監督に就任。就任当初は、関東大学ラグビーリーグ戦。 グループ3部に所属し、ラグビー専用グランドもなく、貝殻の混ざる運動場で、部員8人のラグビー部を指導し始める。日体大の後輩である、笠井光を招き、総敬明に匹敵する実力を得させるべく、本格指導を開始。関東大学ラグビーリーグ3部時代の2年間は、全敗。3年目に一勝を挙げる。1982年に、 リーグ戦一部に昇格し、1990年、リーグ戦グループで初優勝、大学選手権初出場を果たす。1994年に後に、チームの首相を務める作田利也が入部した頃には、鮮やかな芝のグラウンドが3面もあり、部員も200人近くが在籍するなど、練習環境は、春口の監督就任当初と比べて、見違えるほど良くなっていた。 は口の明るい性格と上下関係に厳しくないチームカラーから当時のこのチームはやる気があれば向上できるチームと評されていた。1998年に大学選手権初優勝。以後、同リーグ戦11回優勝、全国大学ラグビーフットボール選手権大会優勝6回へと導く競合チームへ育て上げた。2007年部員の不祥事により、 関東学院大学ラグビー部監督を辞任。2010年、関東学院大学ラグビー部長に就任。2013年2月1日付で監督に復帰したが、同年12月には成績不振を理由に解任された。2015年3月末で、関東学院大学を定年退職。同名誉教授の称号を得る。2007年には11月に同部部員の大麻。 取締法違反の罪で2名が逮捕、起訴されるという前代未聞の不祥事が起こり、同部は翌2008年3月までの活動停止を決定したものの、遺留され一時監督留任。しかし、レギュラー選手1名を含む2から4年生の部員計12名の大麻吸引が発覚した後の同年12月5日に隕石辞任した容疑で書類送検され、 2名が退学処分を受けている。長男の春口翼も関東学院大学在学中はレギュラーとして活躍。ポジションはスクラムハーフ。卒業後はリコーブラックラムズに所属したが2008年度シーズン終了後に現役生活から引退した。ベースボールマガジン社ラグビー戦後70年史 P101 ありがとうございます。